こんにちは。12月3日日曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお伝えします。それではまずはじめに豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題をお伝えします。はじめに第17回ときめき創造展作品募集のお知らせです。区内の障害者の方が制作した美術作品や制作活動を紹介するときめき創造展を開催するにあたり、作品の募集を行います。豊かな発想から独創的な作品を作り出すという願いが込められている展覧会では、毎年障害者の方が制作した絵画、書、写真、版画や立体作品などがたくさん展示されています。令和6年3月6日から3月10日までの展示会開催に向けて、1月31日まで作品を募集中です。対象は区内在住、在勤、在学、または区内の施設に通所、入所する障害のある方、難病、発達障害などの方が制作した個人作品、または区内の障害者施設で制作した団体作品です。募集作品は絵画、書、写真、版画、造形などです。詳細な応募条件やお申し込み方法は、区のホームページか広報豊島11月21日号情報版でご確認ください。さらに美術関係者による審査を行い、優れた作品には表彰を行います。ご希望の方はぜひ応募されてみてはいかがでしょうか。続いてです。11月25日土曜日に、次世代を担う子どもたちが SDGs の視点で豊島区の未来図を描く国連を支える世界子ども会議 in 豊島が開催されました。豊島区では国連を支える世界子ども会議 in 豊島に先立ち、 SDGs アイディアコンテストと題して、住み続けたくなる未来の豊島区をテーマに、子どもたちからアイディアを募集しました。募集にあたっては、子どもたちがアイデアを考える際のヒントとなる出前授業を6校で行い、およそ500人の子どもたちにこれまで実施してきました。その結果、環境、防災、福祉の視点から478点もの応募があり、さまざまなアイデアと意見が集まりました。当日は小学4年生から6年生およそ50名がグループに分かれてワークショップを行いました。その後、議場においてワークショップで議論した内容についてプレゼンテーションを行いました。お互いの価値観を理解し認め合うことで、住みやすく居心地の良い街になる、自然や命を守るために思いやりが必要など、子どもたちからはさまざまな意見が上がりました。子どもたちの意見を受けて、豊島区長から意見をしっかり聞き、区政に反映できるよう取り組んでいきたいと話がありました。続いては人権週間パネル展開催のお知らせです。1948年12月10日、国際連合において基本的人権及び自由を尊重し確保するために世界人権宣言が採択されました。この世界人権宣言が採択された日を記念して、日本では12月4日から10日を人権週間と定めています。誰一人取り残さない社会の実現を掲げる国連の持続可能な開発目標 SDGs の達成に向け、私たち一人一人が人権の重要性を正しく認識し、他の人の人権にも十分配慮した行動を取ることが大切です。人権週間にちなみ、人権意識の普及啓発のためのパネル展などを開催します。開催日時は12月5日火曜日から8日金曜日で、午前9時から午後5時までです。最終日の8日は午後3時までとなっています。開催場所は
豊島区役所本庁舎1階の豊島センタースクエアです。区で実施している取り組みの紹介や女性、子ども、高齢者、障害者、外国人などの権利、性の多様性を考えるパネル展示を行います。さらに人権尊重の大切さを理解し、豊かな人権感覚を身につけるために区内の小中学生が取り組んだ人権メッセージと人権作文の優秀作品も合わせてご紹介します。人権は誰もが生まれながらにして持っている人間が人間らしく生きていくための権利です。様々な人権問題が存在する今、私たち一人一人が互いの人権を尊重し合うことの大切さについて認識を深める良い機会となっています。ぜひご来場されてみてはいかがでしょうか。続いては豊島税務署から事業者の皆様に向けたお知らせです。豊島税務署では今年の10月1日から始まりました消費税のインボイス制度に関しまして、インボイス制度の説明会やインボイス発行事業者として登録するかどうかの相談会を開催しています。インボイス制度の説明会については免税事業者にも分かりやすく消費税の仕組みから説明するものが12月12日火曜日の午前10時から午後3時まで豊島税務署の3階会議室で開催予定です。インボイス制度の登録用費を個別に相談できる登録用費相談会については12月15日金曜日の午後1時から午後5時まで豊島税務署の別棟会議室において1人1時間を目安に予約制で免税事業者からの相談を受け付けます。説明会や登録用費相談会の出席には事前のお申し込みが必要となります。豊島税務署までお電話をいただきますようお願いいたします。説明会や相談会の開催日程は国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでもご確認いただけます。また事前にご予約をいただければ税務署での個別の相談も受付中です。ぜひご利用ください。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。本日今開催をされている福祉健康祭り、今日は現地の様子を交えながらお届けします。本日のゲストをお呼びしましょう。保健福祉部障害福祉課星田京子さんです。星田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、今まさに開催中ということで現地の様子も伺っていければと思いますが、まずは福祉健康祭りについて、はい、ぜひ教えてください。はい、福祉健康祭りは世代や障害の有無を超えた区民参加と相互の交流のために開催されるイベントです。障害のある方を支援する施設をはじめ地域で活動している団体による事業紹介等の展示や製品販売を通じて障害や障害のある方について関心を持って障害のある方について多くの方にご理解いただきたいと思います。また健康づくりにおいても今以上に関心を持っていただく機会となるよう測定体験や講演会などが行われる非常に多種多様でにぎわいのあるイベントです。午後3時まで豊島区民センター中池袋公園パークプラザ前イベントスペースで開催しています。会場である中池袋公園に今まさにいらっしゃるということで、中池袋公園ではどんなブースがあるんでしょうか。はい、星田さん、ご紹介をお願いします。はい、はい、それでは順にご紹介していきたいと思います。まずこちら、池袋茜の里さんです。こちらはパンを販売しています。はい、クッキーも販売しております。いろいろ食べ比べてみるのも楽しいですよね。
お隣のエール・フォー・オールさんは今回初参加で活動紹介を行っています。学びを通じて子どもたちを支援していらっしゃいます。東京池袋ライオンズクラブさんは甘酒、コーヒー、紅茶などを販売しています。寒い日にはあったかい飲み物がいいですよね。こちら活動支援センターフレンドさんはトートバッグやコーヒー豆などを販売しています。共同作業所オークさんも自主製品の販売をしています。そして、続いてのブロックです。はい、順にご紹介していきたいと思います。はい、こちら麦の家さんは麦の家さん、サンハウスさん、アトリエユーカリさんは自主製品の販売を行っています。どれも素敵な製品ばかりです。クリスマスも近づいておりますのでプレゼントにいかがでしょうか。お隣では厚生保護助成会の皆さんがバザーを行っています。続いてこちらのブロックです。はい、こちらは目白生活実習所福祉作業所の皆さんの自主製品の販売なのですが、目白ックというブランドの製品が並んでいます。お隣は今回初参加のゴールドリボンネットワークさんの活動紹介です。小児がんの子どもたちを支える活動をしていらっしゃいます。シルバー人材センターは活動紹介と手作り品の販売をしています。お隣では駒込生活実習所福祉作業所の皆さんが自主製品やクッキー、チョコの販売をしています。とっても美味しそうなものばかりです。木の葉の家さんは焼き菓子の販売です。はい、以上簡単ですが中池袋公園のブースを紹介させていただきました。星田さん、ありがとうございます。もう活気のある声、様子が伝わってきましたね。そしてクッキーに手作り品、ね、寒い日の心も温まるようなグッズがたくさん並んでいるということでした。さあ、そしてさらにステージでもいろんなイベントが予定されているということで、今も開催中かとは思うんですが、ステージではどんなことが行われるんでしょうか。はい、ステージでのタイムスケジュールはこちらです。トリを飾るのはストリックスの皆さんのバンド演奏です。これはもう盛り上がること間違いありません。一瞬たりとも見逃せない盛りだくさんの内容で皆さんをお待ちしております。本当に見逃せないステージばかりですよね。はい、ちなみに今行われているのは合唱団の皆さんの合唱でしょうか。はい、あ、そうですね、はい、今こちら合唱が行われております。混声合唱団ミミズクさんの合唱です。さあ、皆さん聞き入っている様子も流れてきていますね。素敵な歌声が広がっています。さあ、こちらのステージでも15時までさまざまなイベントが開催されています。皆さんぜひご注目ください。さあ、そしてさらに区民センターでも今回のイベント行われているということで、区民センターについてもご紹介をお願いできますでしょうか。はい、それでは区民センター各階のご紹介です。4階からご紹介いたします。4階はこのようになっております。402会議室ではホイップピンを作ったり、ブツブツ交換会、ブツブツつぶやいてスッキリしようを行っています。403会議室の手話トーク体験なんですが、手話トークとは端末のカメラを通して AI が手話の特徴を抽出することで、手話で話した内容をリアルタイムにテキストに変換するアプリです。ぜひ体験してみてください。スマホ教室も開催しています。はい、会場名の前のプレゼントのマークは
何かと申しますと、お土産がもらえるかもしれないブースを表しています。まだまだ出てきますのでチェックしながらご覧ください。5階はこちらです。ボランティア交流ルームや鉄道模型の展示、補助犬の活動紹介、ペットを通じた共生社地域共生づくりの紹介、フェガーボールの体験もできます。6階では現在講演会を開催中で、こちらは12時で終了してしまいますが、聴力測定相談コーナーがございます。補聴器に関する相談もできます。7階は鍼灸師による壺のレクチャー、キャラクター石膏人形の色塗り体験もできます。お子様も楽しめる遊びの広場、そして抽選会場がございます。8階は健康店です。骨密度や脳年齢などを測定できます。測定結果の相談もできるんです。お薬の相談コーナーもございます。それから3つ目の会場、パークプラザ前イベントスペースについてもご紹介いたします。今回初参加の豊島区児童相談所フォスタリング機関双葉乳児院さんは、里親制度の啓発活動についてご紹介いたします。豊島区助産師会さんは、女の子の体のお悩み相談コーナー、豊島区民社会福祉協議会は、車椅子のまま乗車できる福祉車両のデモンストレーションと車椅子利用体験を行います。この車椅子利用体験なんですが、豊島子ども会議の中で障害福祉をテーマとしたグループから、体験を通して障害のある方の理解を深めたいという提案を受け実施することとなったものなんです。若い女性を支援するため豊島区役所から生まれたスズランスマイルプロジェクトは活動紹介をいたします。さらにぬいぐるみの写真が撮れるぬい撮りコーナーもございます。推しのぬいぐるみを撮影してみてはいかがでしょうか。本当に区民センターでもたくさんのイベントが行われています。そして毎年恒例の抽選会についても教えてください。はい、今年はこちらの各企業様から多くの寄付をいただきましたので、景品がとにかく充実しております。エコバッグをお持ちいただくことをお勧めします。抽選方法も昨年まではスタンプラリーでしたが、今年はチケットを集めていただく方法に変わります。詳しくご説明いたしますと、まずステップ1、各ブースを回って抽選券を集めようということで、こちらをご覧ください。抽選券は全部で6色あり、豊島区民センター内のフロアによって抽選券の色が違います。各ブースで体験をしたり活動内容を聞いたりしますと抽選券がもらえます。白の抽選券は中池袋講演会の総合案内や活動内容を聞いたりいたしますと抽選券がもらえますので、この時点で1色ゲットしたことになります。続いてステップ2、抽選券を3色以上集めて豊島区民センター701会議室へということで、このように集めた抽選券の色の枚数で抽選回数が変わります。6色すべて集めますと4回抽選できます。そしてステップ3、抽選にチャレンジして景品をゲットということになります。ぜひ挑戦してみてください。抽選会も楽しみですね。さあ今日は現在開催をされている福祉健康祭りについてお届けしています。では星田さん、最後に見ている皆さんにメッセージをお願いします。めちゃくちゃ守りが綺麗に、はい、福祉健康祭りは午後3時まで開催しております。今からでも十分楽しめますので、障害のある方もない方もぜひお越しください。お待ちしております。ありがとうございます。本日は保健福祉部障害福祉課の星田京子さんにお話をいただきました。星田さん、現地からありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは今日はこの辺で失礼します。次回の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。